V でしょう。左は雨だけど右は晴れてる。着くまでに晴れてほしい。やっぱりかなり晴れた。めちゃくちゃ綺麗、スーパー綺麗。雨が降って逆にカラッと晴れたから。これ新しく買ったウェディングの靴なんだけど、フェルトスパイクで、めちゃくちゃ重い。すげえ厚底だから。すごい、この靴防水だ。このぐらいでやっと浸水してきた。どうせ腰まで入るから濡れるんだけど、浅瀬だったら浸水しないな、これだったら。まずそこまでつけてからちょっと上げて、また落とす、上げて落とす、上げて落とす、上げて落とす。皆さんに悲しいお知らせがあります。ブルースコード銀色値掛かりしました。わあ、カメラもオフになっとったか。ミニバイ来た。よし、かわいい。よっしゃ。すごい感傷に浸ってたら、ミニバイが来た。ブルースコード落ち込んでます。めちゃくちゃ落ち込んでおります、ブルースコード。まあせめてボードじゃなかったからよかったけど、結構ボーと本当に釣りに集中してたよ。あ、なんか跳ねた。なんだ。お、食った、食ったよ、食った食った。またミーバイちゃんだな。じゃらーん。よいしょ、ちょっとごめん。じゃあミーバイ、ミーバイです。よし、グラムを軽くしたんだよね。さっきまでは一番大きいのは何グラムかな、あれ10グラムぐらいかな、最初使ってて、でその後5グラム使ってて、で今3グラムかな。これちょっと根がかりが多いから、ちょっと3グラムとかだったら一応ふわっと降りるからね、まだ根がかりは少ないんじゃないかなと思って使って、多分レンジが結構いいのいいとこ引けてるんだろうね。おし、来た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 よ。あ、お、ミーバイサイズアップ。おー、煮つけ、パンパン、すげえサイズアップした。今までで一番 でかいかな、この辺取れたの。これだったらちょっと食べれるサイズだな。どうしよう、食べてんだよな。じゃあいただこうかな。よいしょ。よし、逃がしてやることにしよう。網で見て、え、ブルースコードじゃない、これ。どこ行っちゃった、これ。これ
通の魚とブルースコードを見間違えて追いかけてたわ。なんでこいつプラプラ動くんだよと思ったら普通の魚だった。あー、若干深いから全然わかんないんだよな。あ、何あれ、ウツボ、ウツボか、何あれ、めちゃくちゃでけえ、何これ、ウツボ、ウツボ死んでんのかなこれ。うわでっか、生きてんのかな、ん、向こうに帰れないのかな。あ、帰った帰った、ハマって帰れなかったのかな。はい、皆さん、それではお疲れ様でした。やっぱりね、リーフでの釣りっていうのは根掛かりがやっぱりどうしても多くなってしまいますね。今日もブルースコードとスプーンも根掛かりしてしまってて、毛がどうもこういうような、やっぱ入り込んでるから3秒ぐらい落としただけですぐ根掛かりしまって、かといって根の方をコンコンしないと見栄えは釣れないからね。ああやって根魚とかにアピールするのは難しいからね、どうしたらいいのかなと思うけど、それかもう自分で拾いに行ける範囲で横向きに投げて引っかかったら拾いに行くっていう、それを繰り返すっていうのもありかもしれないね。でもどうしてもやっぱ先の方を投げたくなるよね。沖へ沖へ、大きい魚がいるんじゃないかってね思えてくるからね。まあそんなわけでね、この新しく買った靴もね快適に過ごせましたし、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。